1月6日はエピファニア、日本語では光源祭と呼ばれるキリスト教のお祭りです。一般的には子どもたちのお祭りということになっています。1月5日の夜、レファーナという名前の魔法使いのおばあさんが子どもたちを訪ねていき、良い子にはお菓子、悪い子には石炭をプレゼントすると考えられています。5日の夜、子どもたちは胸をときめかせながら靴下を吊るしてベッドに向かいます。私の住むフィリーネとその周りの地域では、エピファニアにファントッチャというクッキーを作る伝統があります。私は自分なりのエピファニアクッキーを作ってみました。こちらが人形と馬の形をした伝統的なファントッチャです。今日はご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、コメントをお待ちしております。皆さんの2023年が素晴らしい年であることをお祈りしております。またお会いしましょう。